ボールついた状態で相手のボールを奪い、自分のボールをドリブルで守りながら相手のボールを用意したと。ドリブルしながら、そう、守りながら、そうそうそう、守りながら、おお、やばいやばい、やばいやばい、取ったら、負け、勝ちっていう練習してみます。スペースはハーフコート、バスケットボールのハーフコートです。あと、そう、積極的に狙いって、狙いって、そう、コートから出ちゃったら負け。外で見てて、はい、そう、外に追いやってもいいぞ。あ、あ、あ、セーフ？あ、出ちゃった、2人アウト。あ、ボールは1個でいいよ。はい、じゃあ3人で勝負、3人で勝負。そうそう、守りながら、昨日の相手、自分、ボールを一直線にする。接触接触、はい、続けて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 、昨日やった練習も上手に使って、そう、取られないためには相手、ボール、自分、これが一直線になる。そうそう、狙いに行って、キーププラスアルファ、キーププラスアルファ。お、最後決勝戦、はい、はい、勝負勝負。自分のボール置いちゃってるよ。そうそう、ボールをどこに置いて相手をどのように狙うか。コート狭くして、はい、始め。端っこにいたら追いやられちゃうよ。さあ、どうするどうする、お、どうするどうする、どっち、お、優勝。じゃあバレーコートのハーフでやります、始め。さあ、守るか攻めるか、逃げるかぶつかるか。はい、アウトアウト、2人アウト。はい、お、次ブルー、ブルーで決勝戦。はい、すぐ持っていいよ、すぐ持っていいよ、はいはい。そうそう、フィジカルで勝ってもいいよ。お、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 はい、優勝。なんでこういう練習したかって言ったら、ボールキープしながらボールを相手は狙ってくる、狙ってくる、狙ってくるっていうのを、はい、狙ってきたら、狙ってきたらボールをここに置かないといけない、狙ってきたらまたボールここに置いたり、ぶつかってきて、ぶつかってきてるのに負けたらボールキープできなかったりするから、ボールキーププラス相手とのぶつかりプラス投げたい人に意識を向けないといけないから、ここはもう相手は関節視野で中心視野、自分の主な意識は相手、仲間ね、仲間とかゴールとかを見れる選手が上手いし、それを相手見て、やばい相手打った相手打った、ここだったら絶対シュート打てないから、で無理やりパスしてパスミスが起きる、そういうのが上手い選手と下手な選手を分ける。関節視野で相手とかボールを置いといて、中心視野、自分の主な意識で仲間とかボールを見れるように、見れるようになっていくと、回し込みとかで打ったりすることができる、そういう練習をバスケットを使ってしました。じゃあ昨日今日で習ったことを一つずつ言ってください。はい、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 
オッケー。はい、じゃあ行こう、3分ゲーム。なんで惜しい。お、よかした。さあ、ぶつかって抜いてもいいんだよ。さあ、正確なパス。取りに行って、取りに行って。はい、惜しい惜しい。黒ボール。さあ、おいおいおい。青ボール。パスが悪かったな。はい、すぐディフェンス切り替えて。はい。惜しい惜しい。お、いいねいいね。そうそう、関節視野で。今のボールキープよかったよ。惜しい。お、通った通った通った。自分で行け自分で行け。惜しい。はい、残り1分。さあ、このきつい時に頑張れるチームは強いぞ。ファイトファイト。挟まれてる挟まれてる。青ボール。はい、すぐすぐすぐ。はい、いけ。いいいいぞいいぞ。あー、惜しいな。残り30秒。黒ボール。青ボール。お、いいね、ナイスカット。あ、ディフェンスの手に当たったの。さあ、どうするどうする。そう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 、いいね。今タッチが良かったね。早かった早かった。はい、終了。